ショートリアノン宮殿、ショートリアノン宮殿、ルプチトリーノーンは、ベルサイユ宮殿の庭園にある離宮の一つ。新古典主義建築であり、建物の形は、正方形。内装は、ロココ様式の最高峰とも評される。1762年から1768年、ルイ15世の公焼けめかけ、ポンパドゥール夫人のために建てられたもので、アンジュイコールジャック・ガブリエル。 アンジュ・ジョック、ゲイブリエルの設計による。しかし宮殿が完成した時には、ポンパドゥール夫人は、すでに亡くなっていた。その後、ルイ16世により、王妃マリー・アントワネットに与えられた。彼女は庭をイギリス式とし、そこに農村に見立てた、小集落、ルア・モード・ラ・レーヌを作らせた。日本語では、王妃の村里と訳されている。革命中は酒場になったこともある。 アントワネットが生前に一人静かかに、田園生活の風情を楽しんだ場所で宮殿で最も愛した場所であり、死後に彼女の幽霊に出会ったという目撃談が相次いだトリアノンの幽霊。プチトリアノンは、ルイ14世がベルサイユ宮殿から南東へと移したグランドトリアノンの敷地内に、 ルイ十五世によって10年ほど前に開発された植物園の敷地内に建設された。それは彼の長年の愛人であるマダム・ド・ポンパドゥールのためにルイ十五世の命令によってアンジェ・ジャック・ガブリエルによって設計され、1762年から1768年の間に建設されたポンパドゥールはその完成の4年前に亡くなり、その後、プティトリアノンは 彼女の後継者であるマダム・ディウ・バリーによって所有された。1774年に大いに就任した20歳のルイ16世は、シャトーとその周辺のソノを19歳のマリー・アントワネット女王に独占的使用と楽しみのために与えた。プチトリアノンの館は、18世紀前半のロココ様式から1760年代以降のより、 落ち着きのある洗練された新古典派様式への移行期における有名な例であり、本質的には立法体系であるが、それぞれが直面する土地形の部分に従って詳細に設計された4つのファサードのおかげで興味を引き付けられている。コリント式は正式なフランス式庭園の側に2つの自立型支柱と2つの掛か,かり合い型柱が、かつては ルイ十五世の温室で占められていた中庭と周辺の両方に面している。王立の元植物園を見下ろす、残りのファサードはそのままにされた。ステップの微妙な活用が、トーの傾斜した場所のレベルの違いを補っている。マリー・アントワネットは、格式高い宮廷生活を免れるためだけでなく、彼女の好奇的な人の負担を払拭するために、プチトリアノンを訪れる。 ベルサイユで彼女は家族と裁判所両方からかなりのプレッシャーの下にあり、プチトリアノンは彼女がそれらのから回避できた安らぎと余暇を楽しめる場所であった。そしてすべてがデパーラレーヌ女王の命令によるであったので女王の明示的な許可なしには誰も立ち入りを許可されなかった。それもルイ十六世でさえと言われている。女王の内ナルエ縁、ランバル公妃マリー・ルイーズ。 プリンセス・デ・ロンバールとポリニャック公爵夫人、ヨランド・ド・ポラストロン、ガブリエル・デ・ポラストラン、デュシェス・デ・ポリニャックを含むのものだけが招待され、こうした独占権が宮廷の貴族を阻害していく。親密さと喜びの家として、建物はできるだけ客人と使用人間とが相互作用を必要とするように設計されており、 その目的のためにサルザムンジャーのテーブルは移動可能で機械的に床板を通して上げ下げされていけるため下の使用人が目に見えない場所に設置できるようになっていた。これはテーブルは作られないが機械装置の描写が基礎から見られることができる。女王宿泊のアパートではマリーのプライバシー保護の必要性が明らかでろうそくの光を採用し彼女の寝室は シンプルではあるが、ジョージス・ジェイコブとジーン・アンディ・リーザナー作の家具を、はい、彼女の一般的なスタイルと調和してエレガントでもある。クロスは、ジーン・バティスト・ピラメントによって描かれていた。1789年10月5日、マリー・アントワネットが、プチトリアノンの庭園にいた時、パリから武装した群衆が差し迫って到着したという、ニュースが届く。 王家の強制退去で翌日、プチトリアノンはそこに住み続けていた庭師や他の職員を除いて放棄された。進行中の改装工事は中断され、建設業者に多額の借金が残された。前女王の庭師であるアントワーヌ・リチャードは内務大臣によって1792年に庭園と植物保育園の学研員に任命された。1792年7月の君主制の 最終的な打倒の後、ブチトリアノンのすべての家具、芸術作品を及び他の貴重品は、1793年6月10日、図形条例命令の下で競売にかけられた。オークションは1793年8月25日、日曜日に始まり、1794年8月11日まで続いた。売却された物件は広く散らばっていた。銀器、鉛、 新中製の備品は兵器庫での活用を要望された。彫刻家、アマブル・ボイチャードは1794年4月に施設から王族と封建の象徴を取り除く役目を任命された。新しい共和国家でプチトリアノンは多くの変更を受けた。国有財産と宣言され土地は10の区画に分けられた。ベルサイユ市は 植物園を設立することを提案したが、この計画は採択されなかった。1796年に土地は居酒屋にリースされた。1801年までに踊りや祭典に使用され、トリアノンは無視と破壊行為をもたらされていく。集落の建物も老朽化したと報じられた。その後、庭園のレイアウトは若干改善され、学校が複合施設の一部に使用していた。 アメリカ。他の場所楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。